こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書鍋洗いの日々の解説をやっていきたいと思います。作者の村上信夫さんは12歳で料理人の道を歩み始め、その後一流ホテルのレストランの料理長にまで上り詰めました。今回のお話はそんな村上さんがまだ料理の腕を認めてもらえなかった時代のお話。そんな時村上さんはどうやって周りの一流シェフたちに認められていったのか、今回はそういったお話です。最後まで聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。作者の村上さんは12歳からレストランで働き始め、6年間の経験を積んで憧れ続けた一流ホテルのレストランの調理場で働くこととなった。そこのホテルのレストランは日本の西洋料理のパイオニア、西洋料理を日本に広めていく存在、その道を作って切り開いていく存在として、そのホテルは語られることが多いんだけど、そこのホテルのレストランには一流の料理人たちが集まって、設備だって一流のものを導入していた。皇族の方とか外国の偉い人だってこのホテルのレストランで接待されることが多かった。実は現代において一般的になっているホテルでの結婚披露宴というのもこのホテルが始めとなったことだった。もちろんね、作者の村上さんだってそれまでの6年間の武者修行でかなり料理の腕を上げていた。直前にいた町のレストランはかなりレベルが高くて、調理場には20人ぐらいのコックがいたんだけど、その中でも当時18歳だった作者はもう中堅どころ、かなりそのレストランの中で腕を認められていたわけだ。ところがね、今回やってきたホテルのレストランは今までのレストランとは格が違って、ものすごい腕前を誇る料理人たちが集まってきていて、そこでみんなが料理の腕を競い合っていたから、そんな中では当然18歳の作者が最初から何かの料理を作らせてもらえるわけではない。作者が最初に配属されたのは洗い場、鍋を洗ったり皿を洗ったり雑用をこなす鍋屋と呼ばれるポジションだった。ただね、そんな仕事をすることになっても作者の胸はワクワクしていた。このホテルのレストランは日本一の調理場だから、こっからもう一度基礎から勉強し直そう、そこで一流の料理人たちの腕前を見てコツを覚えて、料理の名人たちが集まるその場で自分ものし上がっていこう、こういうふうに思っていた。ところがね、そんな作者の目論みも働き始めるとこっぱみじんに打ち砕かれた。なぜかまず自分の料理の腕を上げるには一流のコックたちがどんな料理を作っているのか、まずその味を覚えなければならないよね。ところがね、彼らは使い終わった鍋の中に石鹸水を入れたり塩を入れたりして、洗い場にいる作者が鍋の残りをすくって味見できないようにしたの。またお客さんが食べた後のお皿に残っているソースを舐めようとするとコックたちのげんこつが飛んできた。それを舐めるな、こういうことだよね。また宴会用に仕上げられた料理の出来栄えを見ようとするとその場から追い払われた。それを見ることを許されなかったんだね。なぜかそれにはこういった理由があった。当時のこのホテルの料理人の報酬は完全能力給で、つまり仕事の出来栄え能力によってどれだけの給料が支払われるのか決められるという制度で、そこには今のような年功の加算といったものはなかった。今だったら年齢に応じてそのホテルでどれだけ働いたかによって給料が増えていったりするんだけど、当時の給料の基準は本当に腕一本で、その料理がどれだけ認められるかによって他のこと、例えば年齢とかは一切関係なしにその人の給料が決まったの。だからね、シェフにしてみれば自分の味を他の若手に盗まれてしまって、その若者が料理の腕を上げてしまうと自分の今のポジションが危うくなってしまう。この世界は実力主義だから、下の者に追い抜かれるということは下の者が自分のポジションについて自分は下に行かなければならないということなんだね。だから鍋の底に残ったソースなどを若手に味見されてしまったら自分の今の位置が危うくなってしまうから、それをさせまい、こういうふうにしたわけだ。これはね、作者焦るよね。せっかくこのホテルで働けることになったのに全く味見をさせてもらえずに一流の料理人たちの仕事ぶりを見ることもできない。洗い場もめちゃめちゃ忙しかったから筆者はそこで鍋洗いや皿洗いに明け暮れて、なかなか料理作りの最先端に近づけなかったんだね。で、その後料理人として成功するために作者は何をしたのか、それは他の人ではしない鍋磨きだった。で、これが後々認められて
作者はその後洗い場ではなく調理場で働けるようになっていくんだけど、作者がどんな鍋洗いをしたかを説明する前に、まずそこの調理場に集まっていた料理人たちはどんな人たちだったか、こういうことから紹介したいと思います。そこに集まっていた料理人たちはもちろんね、若い人たちに腕を上げられて自分の立場が危うくなったら困る、こういうふうには思っていたんだけど、彼らはそれだけではない。それぞれの料理人たちはものすごくプライドを持っているから、この分野に関しては俺が日本一、そういった思いも持っている。そういった個性あふれる料理人たちがお互いに料理の腕を競い合う場、それがここの調理場だったんだけど、そこには頑固な職人肩着、こういったものもあった。この職人肩着っていうのは自分のやることに対してプライドを持っているから、物事に対して誠実で、例えばもし自分が気に入ることがあると、そのことに関しては損得感情抜きにしてまっすぐその出来事と向かい合っていく、仕事をしていく、こういった気質、性格を持っているんだね。だから作者の村上信夫さんはそんな一流の料理人たちに対して一生懸命鍋磨きをしたわけで、この鍋磨きっていうのは鍋の内側をきれいに洗うことじゃないよ。それはもう作者の仕事であって、鍋の内側をきれいにしておくことは料理人の基本的な心得の一つ。そうだよね、鍋の内側がきれいに磨かれていないと料理を作るときに他の味と混ざってしまうからね。そこをきれいにするのは当たり前なんだけど、他の人たちは今まであまり鍋の外側は磨いてこなかった。それは鍋の外側というのは料理の味に関係がないから、鍋を洗う鍋屋だってすごく忙しくて、そんな鍋の外側まできれいに洗ってる時間なんてない。だからそこの調理場で使われている鍋の外側には、いろんなシミが頑固にこびりついていた。で、それを見てね、村上さんはこう考えたの。この鍋をピカピカにしよう。ね、料理人たちだって、ピカピカの鍋を使って料理したいに違いない。そう考えてね、重い銅鍋の外側をピカピカに磨き始めたの。でもね、これは重労働だよ。ブラシで一生懸命こすったってそんなシミはなかなか落ちはしない。だから作者は午後の休憩時間に、本当は休みたいのを我慢して、少しずつ少しずつその銅でできた鍋の外側を磨いていった。で、2ヶ月くらいかけて200個くらいあった銅鍋をピカピカにきれいにしていったんだね。で、そうするとね、ある変化が起きた。ある日、作者が洗い物をしていると、そこにソースがほんのちょっぴり残った鍋が回ってきたの。これには作者、あっと驚いた。今まで料理人たちは、村上さんを味見させまいとして塩とか石鹸水とかを入れていたから、そのままソースが残った鍋が来たことなんてなかったんだね。まあ、といってもね、そのソースをいきなり味見することはしなかった。皿洗いの時に残っているソースを舐めようとしたら、げんこつで殴られたぐらいだったから。今回だってその残ってるソースを舐めていいとは限らないからね。そう思ってね、村上さんは当番シェフの方を向いてみると、その当番シェフは小さくうなずいてくれた。つまりこれは味見していいぞ、こういうことなんだね。作者はそのソースを一生懸命舐めた。そしてその味を舌、喉、腹に染み込ませた。で、その後石鹸水とか塩が混じっていない鍋が回ってくることが多くなってきた。ある料理人の親方は村上さんにこういうことまで言ってくれた。お前には料理人の心が分かっている。これは村上さんが銅鍋の外側をきれいに磨いたことを指しているんだね。そう、作者が考えた通り料理人たちはピカピカの鍋で料理を作りたい、そういうふうに思っていたの。でもね、その一方で作者がやっている鍋屋が忙しいことだって分かっている。鍋の内側を洗うだけで手一杯で鍋の外側まできれいにする時間はない。そのことについても分かっているから、作者が休憩時間を削ってまで鍋の外側をピカピカに磨いていったことだって知っていたんだね。だからそんな村上さんを料理人たちは認めて、わざと鍋にソースを残してくれるようになっていったわけ。自分の必死の行動が先輩たちに伝わった、こういうふうに思って村上さんは嬉しかった。で、このホテルでは当時200種類ぐらいのソースを作っていたんだけど、作者はその一つ一つの味を覚えていって、どうやってこのソースが作られるのか、それを自分なりに割り出して、素材の分量とか作り方について自分でメモしていったんだね。そして下宿に戻ってからも、その情報を整理して溜め込んでいった。こういうことをしているうちに鍋屋手伝え。こういうふうに調理場から声がかかるようになってきた。まあ手伝えといってもね、野菜の皮を剥いたり、鍋とかフライパンをコックに渡したりすることなんだけど、そんなことであったとしても、料理人たちが料理の腕を振るっている調理場で一緒に働くことができるっていうことは、いろんなことを学び取れるっていうこと。そう、先輩たちが言う手伝いというのは、俺たちの仕事をよく見て覚えろ、こういった意味も含まれているんだね。だから作者は横目でそういったコックたちの働きぶりを見て、どうやってその忙しい調理現場を回していってるのか、
調理場の最先端で起こっていることをどんどん学び取っていった。そしてついにその調理場で働く権利を得ることができたってわけ。こうしてこのホテルで村上さんは料理人としての道を再び歩み出すの。で、そのきっかけとなってくれた銅鍋に関しては村上さん今でも懐かしい思いを持っているんだけど、その後時代が流れて今はアルミ鍋全盛の時代、重い銅鍋ではなく軽いアルミ鍋がよく使われる時代になってしまったの。ただそうとは言ってもまだいくつかはあの懐かしい銅鍋がホテルに残っているね。時代とともにいろんなものは変わってしまったけど、自分が経験したこと、それは銅鍋に関わることとか、その他のこと、調理場で学んだこと、そこでの雰囲気などいろんなものがまだこのホテルには残っている。こういうふうに言って今回のお話を終えています。どうですか、今回のお話面白かったですか？料理人が自分の腕一本でその道を歩んでいくときに、そこで必要となってくるのは周りの人たちが何を大切だと思っているのか、そこに思いを巡らすこと、そして自らの体を動かしてそこに働きかけていくことで閉じていた道が開かれることがある、そういったことを教えてくれる文章でした。みんなも今回の話を参考にして自分の夢に向かって作者のように突き進んでいってください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。